いい会社。多分賛成の会社から入れるんでしょうか。ああ、販売しています。釣りを販売しています。はい、栗販売？はい、栗の販売です。本日の仕事で今日は、そちらのサイズですと、40円ぐらいで使ってます。お疲れ様です。今日、ゼミの企画としては取りに行きます。学校のゼミですね。いや、違う、個人で特別に全校にまあかかって、こんなことしなきゃいけないのも誰のせいですかっていう話です。そちらであのスノードロップを経験した国が同じ原発を稼働させる、何考えてるんですか、生産長さん。はい、プラスとしていい。これどこで撮ったの。安倍総理は海外に嘘をつくしまっている。嘘つき、安倍ちゃん何考えてるんですか。分かんないですけど、まあ、ただ平地に近い関西もそうですけども、原発に反対するとなぜか逮捕される。なぜでしょう。そんなに嫌なんでしょうか。自信なしで売ってるわけ、経済産業省さん、どうですかっていうことで経済産業省さん経済産業破壊省。あ、経済産業破壊省さん。ちなみに環境破壊省さんはどちらの方ですか。あっちですか。環境破壊省さんもちょっと許せないです。汚染の拡散やめてください。西日本に汚染を拡散すると避難したい人が避難できません。進んで汚染を拡散させる政策ばかりやってるこの国どうするんですか。そうだ、本当に腹が立ちます。経済産業省さん、今は茂木敏充。あ、そうだ、茂木や。茂木さん、ちょっとお話しませんか。そんな再稼働反対の T シャツ着てますけど入っていいですか。まあ、本当に腹が立ちます。コールとかもしていいんですかね。やってください。はい、やれ。いいですか。岩手県生まれなので申し訳ございません。大阪の人に非常にご迷惑をかけております。ごめんね。なぜかですね、知らない人もいますのでお伝えします。岩手県の震災瓦礫をわざわざ大阪に持って行って絆という商売でこの瓦礫を遠くに持っていけば行くほどお金高くなるんですよ。いわゆる公共事業としては美味しいんですよ。こういう美味しい事業を大阪府と岩手県と大阪市がグリーンやってますね。でこの震災瓦礫一体いくらあるんですかと岩手県に聞いたところ岩手県は教えませんと言いました。ふざけるな。これ一
密保全法はできれば秘密保全法違反になりますね。はい、そういうふざけたあの岩手県はあくまでも被害者ですけども加害者でもあります。その加害者である岩手県が大阪に迷惑をかけておりますが、今どう、瓦礫はどういう状況でしょうか、教えてください。ありがとうございます。大阪市は大阪府民の大阪府民と大阪市民の貴重な税金を大量に使って、人を受け入れず瓦礫を受け入れる。これも2年にわたって燃やすと受け入れて、今年の2月から、大阪市の工場で燃やしておりますが、蓋を開けてみれば瓦礫の量が片付いていてありませんでしたと。今年の9月にこの間ですね、焼却が終わりました。じゃあ払った税金返せということで、今、監査請求、それから市長の橋本です。やつを、多くの人が今訴えてます。維新の会ですね、こちらでは多分。維新の会の、かな、維新の会、橋本大阪市長はですね、今多分これ知らない人も多いと思うんですけど、10個以上で訴えられてるんですよ。税金使って12以上の SP をつけています。税金返せと言われております。それから岩手県が、岩手県がというよりも岩手県行政がです。岩手県の行政が大阪市に押し付けた瓦礫の公益処理ですが、先月、岩手県知事が、パスコ知事ですね、パスコ知事が、大阪市に謝意を表明した。すみませんでしたと言いに来たんですね。大阪市民から。はい、大阪市民にではなくて大阪府と大阪市に謝意を述べに来たと。そういうことがありまして、とにかく、汚染の確保ということには非常に税金をどぶどぶ使う。むしろ拡散する方に使う。そして止める方には使わない。何なんだよという気持ちでいっぱいです。岩手県民は少しも悪くないです。ありがとうございました。これはですね、瓦礫の拡散はそもそも東京電力が責任を負うべきところをわざわざ瓦礫を全国に拡散させることによって東京電力のですね、責任を隠すということですね。そういうことなんですよ。なのですみません、いろいろ問題が瓦礫にもあります。 でも秘密保全法ができれば皆さん捕まっちまいます。だから秘密保全法を反対してください。お願いします。もう一つ言っていいですか。安倍さんの件なんですけど、安倍さんアメリカ大好きですけど、今ですね、日米関係が非常に危なくなってます。鳩山政権の時、日米関係が危ないと言った方がおられましたが、実際今の方が危ないです。なぜなら今安倍さんアメリカの方に行きましたよね。アメリカの方に行ったんだけど、オバマさんに会えませんでした。おかしいですよね。あと3系か4系かよくわからない新聞があるんですけど、インドアメリカの首脳会談で日本を大事にしようとかいう会話があったらしいんですけど、会えない大統領、会えないですよね。日本の首相がアメリカに会えないにもかかわらず、アメリカとインドの首相の方々で日本を大事にしようと、そういうことを言えるかと、不思議ですね。あとですね、そういうことがありました。アメリカさんの国務長官と国防長官が、国務長官がわざわざ日本に来ました。そして千鳥ヶ淵の方に参拝をしたんですよ。千鳥ヶ淵の方に、あちらの別な神社じゃない、あちらの神社ありましたね、あっちの神社じゃない方に、安倍さんが好きな方ではなくて、わざわざ千鳥ヶ淵の方に国務長官と国防長官、アメリカの二大巨頭が行ったということは、安倍政権の意向はアメリカ政府にとっては非常に有識状態であると、そういう状態なので、はっきり言って日米関係今非常に危ない状態です。以上、よろしくお願いします。そうですね、